高野博タスクは日本中央競馬会立東トレーニングセンターに所属する元騎手、現長教授主。戸籍上の表記は高野である。現役当時、美保に高野和馬がいたため、一部の新聞上での表記は高野博となっていた。競馬とは無縁の家庭で育ち、中学時代の1997年にシルク・ジャスティスが勝った有馬記念をテレビで見て、 騎士を志すようになりも、両親の反対に合い一回限りという約束で受験した競馬学校に合格。競馬学校課程第18期生として卒業し、2002年3月に騎士免許を取得。福永子旧社所属騎士としてデビューを果たす、同期騎士として、五十嵐祐介、黒岩優良がいる。 同年6月30日ウエスタン電工にて51戦目での初勝利を記録、平地と合わせ障害へも初年度より帰場し、翌2003年に障害初勝利を挙げている。デビュー3年間で平地競争、障害競争合わせ40勝をマークした高野は、2004年には、帰場機会を400台にまで伸ばしたが、減量機種の得点がなくなる2005年以降は、帰場数、 勝利数ともに減少、今まで自身を起用してくれていた上京市に減量得点が取れたことを忌避されたこともあった。2007年11月にはレース中の落馬による右鎖骨骨折のため2ヶ月の療養となるなど伸び悩みが続く。2008年6月、マーメイドステークスに東方社員が出走した際、起乗予定であった。 川島新人が4 8ラムでの騎乗ができないため代役を申し出自身5年ぶりの平地重症騎乗となったこのレースを制し重症初勝利を達成するなおこの勝利が高野の2008年平地障害を含め唯一の価値倉であった2009年1月11日京都競馬の第3レースで15番人気のディアップドリームに騎乗し 3位、入着。この副賞配当が、JRA 歴代最高額となる12,280円を記録した、2010年4月17日、中山グランドジャンプをメルシー・モンさんで制覇し、障害重賞及び JGI 初勝利を挙げた。2010年の初勝利でもあり、その年の初勝利を重賞で挙げたのは2008年に、続き2回目である。 高野はこの年まで現役を続行したが、来年度からの旧社制度の変更や落馬した、歳の古傷、そして時々意識が飛ぶという出来事があり、後述のようにこの時点で結婚していたため今後の人生と家庭生活のことを考え、12月31日付で騎士を引退。吉岡八郎旧社所属の調教助手へ転業。その後、 2011年2月に吉岡が定年を迎え、旧社を解散したことにより、日吉昭和旧社移籍。さらに2016年は大久保隆子旧社に調教助手として所属し、スマートレイヤーなどの調教を担当した後、2017年からは角田光一旧社に転属。角田旧社では2019年のアメリカクラシック三冠に参戦した。 マスターフェンサーの遠征に帯同した。生涯成績は1456戦50勝。重傷勝,勝利は、平地、生涯双方で、各一勝の計二勝。ABCDEFGHI、思いもしない事態に襲われ、騎手を引退した男が、アメリカ遠征で感じた騎手への思いとは。平松里氏、2019年6月12日閲覧、名手。 武豊も惚れ込む最大の惑星スマートレアー、高野のひろタスク長教女子競馬ラボ2013年10月13日、ユニコーン S、リトーレポート、ダノンフェイス競馬実況ウェブラジオ日経2016年6月15日、高野博ひ今年初勝利が、重賞、マーメイド S 日刊スポーツ2008年6月23日、スタミナエカシメルシーモン 3G1 制覇。 中山 GJ スポーツ放置2010年4月18日、ありがとうございます。